今ももし台湾有事とか 0% とは言えないので、今はあの弾道ミサイルがあるんで本気で来る可能性がゼロでもないので、それはこんな住宅地に基地があるっていうのは結構僕は危険だなって思いますね。すごい、これオスプレイがいっぱいいる。え、あれがオスプレイ？あれオスプレイでしょ。こんな住宅街の近くに基地ってあるんですね。それ問題になりますね、これは。いや、これ着陸するの結構怖いね。本当住宅街の、まあ、ど真ん中。そうですね。これは騒音も問題になりますね。最低でも県外とか行った人いたじゃないですか、はい、首相で、民主党の、こんにちは、こんにちは、ようこそ、宜野湾市で、宜野湾市長の佐木正でございます。よろしくお願いします。これ広いっすね。大ぶれ476ヘクタールございます。東京ドーム令和約100個分で、宜野湾市の町の約 25% 近く。宜野湾市の中央に位置する普天間基地、ヘリコプター部隊を中心として58機の航空機が配備された在日米軍基地でも有数の海兵隊航空基地となっています。めちゃくちゃ市街地から近いですね、この空港。町のど真ん中にある関係上、はい、交通アクセスが宜野湾市民と非常に不便なんです。いわゆる迂回するという形になるので、そういう意味での経済的なロス、まあ場合によってはこれ時間的ロスも含めてです、だから移転するみたいな話になったわけですよね。当初はやはり普天間飛行場は町のど真ん中にあって世界一危険だと言われるようになって、その当時は28年前は5年ないし7年で返還するという、まあ、日米の合意事項があったんですけど、まあ、以来28年間、まあ、経って今なお普天間飛行場は町のど真ん中に存在し続けておりますので。なんでそれが達成されなかったんですか？その当時、今もそうですけども、普天間飛行場へ返還するその条件として、普天間に代わる代替地をどっかで作って、あるいはどこかに移住をするというような条件がついて、まあ、その条件の中で今辺野古の埋め立てが進んでおりますけど、その長い年月の中で費用を曲折したっていうのが今の現実だと思います。当然そのベトナム戦争とかねやってたわけだから、ここはだって前線基地だから、その頃は、そうですね、はい、海兵隊ね相当行ってましたからね、ここの、まあおっしゃるようにベトナム戦争の時では沖縄がある意味基地化をして、まあ、ここからまあ兵隊がベトナムに行くと。今ももし台湾有事とか 0% とは言えないので、ということはベトナム戦争当時はいざ知らず、今はあの弾道ミサイルがあるんで、本気で来る可能性がゼロでもないので、それはこんな住宅地に基地があるっていうのは結構僕は危険だなって思いますね。そういう意味ではね、早く本当に返還をしてもらうっていうのがそもそもの目的ですから、まあ、今堀谷さんがおっしゃるように、とにかく早く返還する、そう、どういうロジックなのか、住民の危険よりもジュゴンが大事っていう、ジュゴンがその結構生息してる海域なんですよ。ジュゴンを守るっていうのも大事ですけど、こっち人命の方がね、そうだと僕は思うんですけど、圧倒的にね。辺野古移設は国の大執行により2024年1月から工事に着手、完成は早くても2037年頃だそう。沖縄の政治の状況というのが僕はすごくいびつだなって思うのは、いわゆるそのローカルのニーズ、宜野湾市だったり那覇市だったりみたいなところの人たちの思ってることと、沖縄県全体の政治状況がちょっと違うんですよ。これなんでわかります？テレビ局なんですね。テレビ？沖縄のテレビ局って、まあ、民放3局で割と左寄りなんですよね。なんで県知事選挙はあのデニーさんが当選しちゃうんですよ。だけど割とそのローカルの市長さんはそんなことあんまりないかなっていう僕は気がしていて、辺野古の問題っていうとその反対ってなっちゃう人が割とその県知事に当選しがち、だからやっぱり遅れちゃうっていうか、もちろんその国はねそんなこと言ってもいられないんで、その28年前の約束を守って辺野古に移転しますよっていうことをずっとやるんだけど、やっぱ妨害が入るから、だからいつまでたっても解決しなくて、これ誰得なのっていう、普天間飛行場を返還することが何よりも大きな目的である、まあ、もっと言えばこれが唯一であると。ですから、我々としては早く返還していただきたいし、まあ、最高裁という判決も出ましたので、辺野古の問題についてはぜひですね、そこはご理解をしていただきながら、一日も早く返還できるような環境を、政府に作っていただきたい、でもこれが結局そうならないのは、なかなかならないのは沖縄のマスコミがそうなってるからだから、やっぱりその県知事選挙になると、
そういう意見の方がその多数派のように見えてしまう、うん、だけどこれ見てくださいよ、こっから見たら、うん、これはこの基地はちょっとどうなのって思うじゃない。だから俺ちょっとテレビ局作ろうかと思っちゃったもん。お、いいですね。沖縄に、沖縄に、いや売ってくれないですよ、売ってくれないから、うん、沖縄4局目の民放作ろうかなって。この今普天間飛行場をお話ししてますけども、その周りも基地があったんです、まあ、例えばコンベンションのエリア、うん、あそこも基地だったんですね。ね、新都市、今の那覇の新都市も基地、アメリカンビレッジ近辺も基地だったんです。だから返還された後にいろんな町ができて、都政ができて経済波及効果がある。日米両政府は普天間飛行場もそうですけども、うん、浦添のキャンプ金山とか那覇軍港、うん、これも返還すると、うん、まあ、いわゆる嘉手納飛行場の以南1000ヘクタールを返還するということを合意されている。そこに大規模な土地が生まれると、そこにまあ新たなる経済波及効果があると、うん、東京にもあるのいっぱい。え、お米軍基地って、僕たちが一番身近なのはあれですよ、正常期通り、はい、港区の西麻布の、はい、にある、うん、あの正常期新聞社ってのがあるんですけど、うん、はい、あそこがまあ一番身近な米軍基地ですね。あそこヘリがたまに着陸したりとかしてますけど、うん、あれも返還されたらとんでもないことになりますからね。そうですね、あんな超一等地ですから、あそこも超一等地ですね。でもね、あれある意味あんまりないからねだから石原さんの時は結構進んだんですよ、アメリカからその取り戻すみたいな話は結構進んだんですけど、これね言っていかないと、まずでも国民がそういう問題があることを認識しないと。堀江さんも一回あの選挙出てますね。はい、まあ出てますけどもう一回出ないんですか。いやもうちょっと応援します。本当大変なんで。大変ですね。ちなみに普天間基地返還後って何か構想とかあったりするんですか。今ねちょうど沖縄県と宜野湾市を含めてゲートウェイ2050というプロジェクトを立ち上げたんです。軍港やキャンプ金山浦添、そして普天間飛行場、先ほど申し上げたように1000ヘクタール近くの土地を、うん、まあ、個性を重視しながら、うん、特徴ある沖縄県、もっと言えばアジアと結成して、うん、日本の経済を牽引するような土地利用にしなきゃいけないな。普天間飛行場は大体地権者がいらっしゃいますけども、おおむね年間120億ぐらいなんです。入ってくるお金が、お金がね。でも跡地をまあ完璧に町化するとそれが、ね、4000億近くの年間波及効果。返還後の開発により経済効果が100倍以上に跳ね上がった地域も。普天間では4000億円規模にもなると試算されています。その返還後の未来予想図を見せていただきました。沖縄県ではモノレールの延伸を考えてますんで、南北鉄道というのがあるんであればそこを結節点にするとか、私の個人的にはですね、西海岸、ね、サンセット、向こうは太平洋、ある一定程度の高さがあれば見れる両方、日の出から、うわ最近の入り場 ね、モニュメントとして、まあ、東京タワーみたいなものある、うん、跡地っていうのは非常に夢があるし可能性があると思う。テーマパークやホテル開発などで誘発雇用は32倍、税収も430億円になると予想されています。これを実現させるためには県知事って本当にね害悪が多いね私2回も知事選挙で2回も負けてますんであんまり言えないんですよ。あ、そうなんですか。そうなの、はい、だからデニーさんで負けたんですよ。ちょっと頑張んないと、ちょっと市長勝てないからですよ